2007年9月27日、ミャンマーのヤンゴインで、軍事政権に対する僧侶、市民の反政府デモを取材中、軍兵士に至近距離から銃撃され死亡したと報道されている。愛媛県立今治西高等学校を卒業後、東京経済大学経済学部に進学。卒業後にアメリカに1年間留学した。もともとはミュージシャン志望であった。 日本に帰国して映像ジャーナリストとして活躍する前はアルバイトで生活していたという。日本テレビ報道特捜プロジェクトのディレクターなどを経て、1997年よりアプフ通信社の契約記者として活動。常々、誰も行かないところに誰かが行かなければと語り、パレスチナ紛争、イラク戦争、アフガニスタン空爆などを現地取材し、 戦争の本質を捉えた映像を撮り続けた。長井は、反政府デモを取材するため2007年9月25日に、ミャンマーに観光ビザで入国した。27日、ヤンゴンのスーレーシャングリラホテルから、数ブロック離れたスレーパゴダ近くでデモを撮影していたが、軍の治安部隊が、デモ隊に発砲した際に、長井を射殺した。さらに、 別の外国人ジャーナリストも負傷した。当初ミャンマー政府は治安部隊が発砲した際に前からの流れ玉に当たったと説明した。しかし日本のテレビでも放送された別の角度から映されたビデオは背後から近づいた軍人が至近距離で長居を撃ったと思われる姿を捉えていた。警察庁の発表では銃弾は左腰背部から右上腹部に抜け、 肝臓を損傷し、大量の出血を引き起こしたと伝えられている。テレビ報道によれば、政府による監視者が、長井の周りについていたとされる。監視者はミャンマーでは珍しく携帯電話を持っている、ことから、私服の治安部隊員とされて、長井の様子を、携帯電話のカメラで撮っていた様子も映像に映っていた。デモ隊の一部が銃撃されているところを木の影から、 カメラに収めていた様子も語られている。監視者が長井の行動を兵士に携帯電話で逐一伝えていたとされる。ミャンマー政府による監視者が兵士に射殺命令を下していたという指摘もある。長井が撮影に使用したカメラはミャンマー政府に取り上げられており、日本側はカメラの返還を求めている。また、長井と生前信仰の深かった 日本テレビの木下甲府としらによって結成された、ミャンマー軍による長井さん殺害に抗議する会は、ミャンマー政府に対して、長井のカメラとテープを返却するよう求める、署名活動を行い、4回期の2010年9月27日までに、合計13万7千人以上の署名を集めて、在日本ミャンマー大使館に届けた。当初、在日本ミャンマー大使館は、 同会の署名簿提出に無反応であり、同会はゲートの隙間から署名簿を投入する形を取ったが、4回目となる4回期での提出の際、初めて大使館職員が日本人職員とともにゲート外に出てきて対応し、直接署名簿を受け取った。さらに、変換された遺品の中には手帳があったが、一部が破り取られていたことからカメラと共に何らかの記録が、 残っていて、それを、ミャンマー政府が隠蔽したと指摘されている。長井の一周期の翌日にあたる2008年9月28日、毎日新聞は、同社が入手したミャンマー軍の機密文書で、軍当局が、兵士に対しても現場にいる、カメラ所持者を銃撃するよう指令を出していたことが、明らかになり、最重要射撃対象者と位置づけられていた。長井の銃撃が、 偶発的になされたのではなく、軍の組織的な指令によるものだったと報じた。日本政府の対応読売新聞。撮影中の長井さん、至近距離から狙い撃ちか。2007年9月29日閲覧。読売新聞。アプフ社長が、長井さん遺体確認、医師、至近距離から被弾。2007年9月30日閲覧。RWB、ジャパニーズフォトグラファーキルド。 アナザーフォーリンジャーナリストインジャード国境なき記者団毎日新聞長井さん射殺カメラ所持者撃てミャンマー軍秘密指令2008年9月28日ニューヨークポストショッキングフォトグスレイハット FCCJ ステートメントオンデスオブジャパニーズジャーナリストインミャンマー2008ピューリッツアプライズブレイキングニュースフォトグラフィーワークス真相究明 特殊資金距離で被弾かミャンマー法人死亡朝日新聞2007年9月28日やぶ中審議官ミャンマー軍事政権幹部と会談へ日本政府は厳格な措置を検討 AFP2007 年10月1日ミャンマー外相が陳謝公村外相講議流れ玉でない朝日新聞2007年9月29日長井さん資金距離から銃撃ミャンガマー警視庁が 官邸朝日新聞2008年1月11日。ありがとうございます。